どうも、ナビです。お願いします。今日ですね、和牛 JP のグラブを紹介したいと思います。はい。今年、はい、今年、渡来選手と、はい、石上選手。はい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 。が、はい、契約しました。これが渡来選手のモデルらしいです。はい。009ですね。はい。どうですか初見は。でかいですか。でかいですか。はい。ちなみにこれはすべて今回メーカー片付けなんで、はい。まあ、メーカーがこう使ってほしいっていう感じで一応なってますね、はい、なるほど。今日内野仕様もちょっと持ってまして、はい、これがパワーオレンジの色の内野仕様、これブラックで、これオレンジの外野用2つですね、はい、でなんかですね、色の違いで革がなんか質感が違うということで、さっき大井さんが言ってましたので、ちょっとそれを紹介したいと思います。選ぶ際にかっこいいからと言って選んでしまっていけないということで、はい、言ってましたので、それを喋っていきたいと思います。はい、はい、まずこのパワーオレンジ、色がいかついですね。で、握った感じ結構柔らかい感じがします、はいはい、ちなみに今回っていうか JB は軟式がないんで、はい、軟式ないんですか。そうですね、公式とその公式の傷ありがあるんですけど、はいはいはい、これ公式ですね、普通の、はい、これが赤ですね。赤の感じ結構柔らかい感じがします。さっきはオレンジと比べて、で次黒いきます。黒ですね、はい、黒の、はい、やった感じですね。結構硬い感じがします。赤よりも硬い感じで、なんかキシキシいう感じですかね。そんな感じがしますね。まあ俗に言う復元力があるというか、こう、はい、跳ね返ってくるんですよ、皮が、はい、皮が跳ね返ってくる、はい、おっていう感じですね、黒は。はい、なるほど。でオレンジですね。あ、またオレンジも違う感じがしますね。硬い感じがします。跳ね返りも少ない、黒に比べて。そうですね、そんな感じがあります。やっぱりこれはあれですか、革 の, その染色する時 の, その重さというか、なんかその色の塗料によってこういった革が変わってくるって感じなんですか。そうですね。なんで、まあ、JB だとあと限定でキャメルってのがあるんですけど、はい、基本的にはカタログがこれ2023かな、はい、確かこの3つだったんですよ、はい、で赤がいいからって言って買った時に、うん、あれ思ったよりも柔らかいな、はいはいはい、逆に黒がいいからと言って、はい、黒買ったらあれ思ってるよりも硬いなみたいなのがあるかもしれないので、確かに色によって色で決めちゃいがちですもんね。はい、確かに革によって全然確かに違うので、ここは結構注意すべきかなと思います。そうですね。ちなみに直美さんはどうですか、はい、一番好みの質は。質的には結構柔らかいのが好きなんで、趣味にちょっと不安があるんで、掴みたいっていう気持ちがあるんで柔らかいのが好きかもしれません。うん、ただやっぱりレベル上がってくれたりするとそのこう吸収しちゃうんで、柔らかいと跳ね返りの強いこっち側のグローブの方がいいのかなと思ったりもします。はい、終わりました。はい、はい、008と9ですね今日、はい、7ってのもあるんですけど、はい、深いやつが、深いやつが、はい、これさっき渡来選手は結構大きめ、大きめ深め、はい、確か大きいカットです、はい、はい、でこれが中、まあちょっとちっちゃめの、ちっちゃめ、はい、確かにこのポケットの部分がなんか大きさが違うっていうのがはめた感じ、うん、すごい感じました、はい、うん、でなんか前プロ野球選手誰か言ったんですけど、守備の守備に不安がある選手はちっちゃめのグラブがいいと、意外にガッチしいかないで腕が触れるグローブの方がいいっていうふうに聞いたことがあります。ああ、なるほど、はい、確かにこれは結構腕振りやすそうなんで、これで守っていきたいですね、はい、ちょっとじゃあ両方、はい、両方、こっちも渡井選手とか渡井選手好きなんで、はい、個人的な感じなんですけど、はい、ちょっと後で使っていきたいと思います。はい、お願いします。おお、ポケット結構深いです。でかめ深めです、はい、でかいです。深いというか、あ、入って吸収するというか、はいはい、そういう感じが取っててあります。じゃあ安心感があるですね、はい、この辺のなんか指がひどい感じが、大きさなんですかね、いや、ものによると思いますね、はい、なんか結構ひどくて広いっすか、はい、今まではめてたグラブのない、あ、はい、これが009、はい、はい、次が小さめのやつですね。
全部で8。8。はい。あ、これはなんか、いつもはめてるような、なんか、ちっちゃめで。さっきとは違うんですよ、ちょっと感じで。ああ。吸収がないっていうか。ちっちゃい、ポッケがちっちゃいんで。まあ内野手というか、はい、すぐ。と、球出しができる感じ。あと、腕が持てる。ああ。いきます。渡辺選手モデル。いきます。うん、はい、でかいんで、当てるだけで。はいはいはい。はい。あの、でかいんで、重さを使ってと、重みを使って投げる。コンパクト型なので、こうなると、グラブこうやりやすいです。あ、内野用みたいな。どっちが好きっすか？投げるなら大きくてでかい方がいいですけど、球飛ぶなら僕はポケットも小さい方がある場所分かるので、でかい方が安心感あるじゃないですか。安心感はあるんですけど、なんかやっぱ広いんで、ポッケがどこにボールがいるか分かんなくなって。あ、逆にっすか。そんな感じがしました、今やり合ってて。なるほど。あまりでかいグローブって使うことあんまないんですけど、だからどこにいいんだろう。ただ広いんでアバウトに行けるっていうのは確かにでかいのがありました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ、好評発売中。リンクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブちょっと